日本東京都中央区八重洲八重洲は東京都中央区の地名。講義では東京駅の東側一帯を指す地域名で駅西側一帯の丸の内と対比される。現行行政地名としては八重洲一丁目と八重洲二丁目が設置されている。郵便番号は一丁目が103の0028、二00丁目が104の0028。00 ヤエスという地名は1600年に来日したオランダ人工会社ヤンヨース店に由来するとされるが、江戸時代には江戸城の内堀沿いを指す名称であり、明治以後昭和初年までは現在の千代田区丸の内2丁目の一部がヤエス町と呼ばれていた。地名の移動には現在の東京駅ヤエス口付近で外堀側にかかっていたヤエス橋という橋の存在と、 東京駅の出入口が関わっており、昭和初期に東京駅東口が八重洲口、駅前の幹線道路が八重洲通りと呼ばれるようになった。行政地名として中央区に八重洲が設置されたのは第二次世界大戦後の1954年である。本校歴史説においては現在の八重洲地域に加え、かつて八重洲と呼ばれた地域についても記述する。 東京駅や S 口の外観。東京駅舎はすべて、千代田区丸の内に属する。行政地名の八重洲は、中央区の西部に位置する南北方向に長い長方形状の区画である。西は、おおむね外堀通り付近を境界として、千代田区丸の内、大手町と隣接する。北は、日本橋川を隔てて、日本橋本国町、北東角で、 日本橋室町と接する。西柏橋から八重洲中通り、龍通りと名称の変わる一連の道路が東の境界となっており、日本橋、京橋と接する。また、南では東京高速道路付近を境界として銀座と隣接する。一丁目と二丁目があり、ほぼ中央を走る八重洲通りを挟んで、北側が一丁目、南側が二丁目である。 中央区と千代田区の境界線は、外堀通りの線形とは一致しておらず、外堀通りの西側を通る。この境界線はかつて外堀の中央に引かれていた区界を引き継ぐものであるが、外堀埋め立て後に駅の拡張や直線的な道路の整備が行われたためである。外堀通り制で中央区や S に属する場所について、住居表示による外区表示では、 八重洲一丁目十番十一番外区が設定されているが、これらは実際の住所としては使われていない。東京駅では西側の出口を丸の内口、東側の出口を八重洲口と称することから、駅西側一帯が丸の内、東側一帯が八重洲と通称されている。ただし、行政上の千代田区丸の内と中央区八重洲の境界は、 東京駅八重洲口駅前よりもやや東にあるため、東京駅の駅舎、プラットフォーム等の施設はもとより、八重洲口駅前に位置するグラン東京や丸の内、トラストシティなどのビル群も千代田区丸の内一丁目に所在する。また上述のように、外堀通りのやや西側に区会が走っているために、鉄鋼ビルディングは区会をまたいで建てられている。は中央区では、 唯一、旧日本橋区と旧京橋区にまたがる町名であり、一丁目が旧日本橋区、二丁目が旧京橋区である。一丁目と二丁目で郵便番号が異なっているのは、その名残であり、税務署や消防署の管轄も分かれている。八重洲通りにあるヤンヨース店記念碑。北側から望む馬場先堀。江戸時代には、馬場先堀外側の貸しが、 八代菅氏と呼ばれていた。奥に見える明治生命館は、江戸時代に八代シ川岸ただし引けし屋敷があった場所で、明治期には八重洲町一丁目となった。八重洲という地名は、1600年にホブネリー・フデ号の乗組員として、日本に漂着したオランダ人、ヤンヨーステンの名に由来するというのが一般的な説明である。ヤンヨーステンは、 徳川家康に召し出されて、国際情勢顧問や通訳として活躍、また新鮮貿易家としても活動した。その名は、ヤイオス、ヤイオス塔と呼ばれ、ヤイオスなどの漢字が当てられた。彼が徳川家康から与えられた屋敷の周辺を、ヤイオス菓子塔と呼ぶようになったのが、地名としてのヤイスの起こりであるとされている。江戸時代には、ヤイス菓子、ヤツシロ やよ洲河岸八代東など様々な漢字表記があった。ただし、江戸時代にやよ洲か市と呼ばれていたのは、和田総門から馬場崎門周辺にかけての江戸城内堀添いである。つまり、東京駅の西側が丸の内、東側が八重洲という現代の印象に反して、八重洲はもともと東京駅の西側の丸の内に含まれる地域にあった地名であった。八重洲が、 東京駅の東側の地域名として定着し、丸の内の体とみなされるには、外堀にかかっていた八重洲橋という橋の存在と、東京駅の歴史が関わる。八重洲の地名のルーツとなったヤンヨースを記念するものとして、八重洲通りの中央分離帯に、ヤンヨース記念碑と平和の鐘、八重洲地下街に、ヤンヨース記念像がある。また、丸の内側の丸ビル横に、 リーフデ号のブロンズ像がある。ヤエスという地名は、江戸城内堀沿いにあったヤンヨーステンの屋敷に由来するという説明は、古く江戸時代の騎士類で唱えられており、通説とされる。ただし、ヤンヨーステンの屋敷が実際に内堀付近にあったことを確認できる一時資料、古地図類はなく、現代の時事典類には断定を保留するものもある。 この地名が外国人に与えられた屋敷に由来するという説明の早い例は1683年頃に成立した戸田茂水の金蔵紙紫の一本に見られる。この作品では和田草門前が、や、様子家岩と呼ばれていることを述べ、以下のように説明する。和田草五門の前をいよいよ友さんが歌詞と運、昔いよいよ友さん、八冠、安人とて、 三人の当人下りしに屋敷を下さるる。そのところを、今いよいよともみかわがん、八官長、安神長と運、紫の一本巻紙、お城周り、戸田も水前集、P215 ともに紹介されている。安神は、ヤンヨース店と共に、リーフレゴーノリ組員であったウィリアム・アダムスで、屋敷地が安神町になったとされる。八冠長の語源とされる、八については、 中国人とする説、ヤンヨーステンと同様に、オランダ人とする説、朝鮮人キリシタンのツネチン八冠と結びつける説など、現代も小説がある。以後、江戸中期に成立した知史、江戸砂後、江戸時代後期に幕府が編纂した五府内尾行などでも、この歌詞の名が外国人の名に由来するという記述が継承されている。 現在の八重洲地域17世紀中期の江戸を描いた、関永江戸図。紅葉川は、現在の八重洲通りにあたる。川瀬智江水、東京 20K、大根菓子の朝。江戸時代、現在の八重洲地域付近の江戸城外堀には、五福橋と丹野橋がかかっていた。五福橋は、五福橋交差点、丹野橋は丹野橋交差点に名を残す。 橋の内側には五福教門と丹野教門が設けられており、外堀の内側は江戸城外郭であった。外堀の外側はぐすくべ菓しと呼ばれる菓子であり、商工業者の集中地であった。材木関係の職人が集中した、牧町、干物町、桶町、大工町、あるいは職業に基づく南菓子町や北高野町などの旧町名は、こうした歴史に由来する。 現在の八重水町目の北園を隠するのは日本橋側である。日本橋側沿岸は河敷が発達した場所で、現在の八重水町目北端付近は西菓市と呼ばれた。後藤小三郎屋敷などがある対岸とを結ぶ一石橋には迷子知らせ石橋が設けられるなど、賑やかな地であった外堀の五福橋門は門外に幕府五福市。 後藤縫い戸の助の屋敷があったことに由来する。なお、江戸時代後期には、北町奉行所が五福教門内に置かれており、東京駅の八重洲北口付近に開設版がある。現在の八重洲通りの場所には、江戸時代初期に外堀と楓川を結ぶ運河、紅葉川があった。紅葉川は、江戸城建設資材を運搬するために開作された運河であるが、昇法年間に、 西半分にあたる外堀と中橋の間が埋め立てられて家助地とされ中橋広孝寺と呼ばれた。現在の八重洲二丁目南部にあった単野教門の名は門外に南菓子町があったことに由来するという。単野教門外には菓の単優が屋敷を配慮し単野京菓の屋を起こした。桶町には幕末期に千葉貞吉の剣術道場があった。 現在の八重洲二丁目南端には、京橋側で、江戸時代には一帯に大根菓子と呼ばれる、聖火市場が成立した。大根菓子は、明治期に、京橋大根菓岩市場として認可され、築地市場が開設されて、市場機能が集約される、昭和初期まで聖火市場として繁栄した。現代は、中央区の道路愛称として、京橋大根菓子通りの名がある。 1872年に軍区町村編成法が施行され、東京府のとに15区が置かれた。この際、現在の八重洲通り北が日本橋区、伊南が京橋区となった。1904年、外堀沿いの道路に東京電気鉄道の路面電車が開通した。新橋駅北口の土橋から、月屋橋、梶屋橋、五福橋を経て、北は、 お茶の水に至る路線であった。八代菅氏と麹島地区八重洲町、終わりや生の那覇、送るわない大名麹絵図。和田総門の南側に、八代州川岸の文字がある。昭和初期の麹島地区の町名再編。八重洲町が見える。1903年頃の一町ンドン。馬場崎門通りの北側は、麹島地区八重洲町で、右手前にあるかどっちのビルが、 三菱第一号館。南側は当時は、有楽町であった。徳川家康の江戸入府当時、日比谷から皇居外苑、和田総門付近まで、日比谷入り江が入り込んでおり、その東側には、江戸前島と呼ばれる、半島上の地形があった。慶長期には、道三河岸と共に八重洲菓子の記載がある。菓子とは、荷上げ場を指し、市場的な役割も果たした場所である。 道蔵堀の改作と周辺の市街地成立が、江戸の町割りの始めとされるが、江戸前島の日比谷入江川に成立した八重洲菓子は、江戸初期の中心的な菓子の一つであり、追記資材を積んだ船が入って、江戸城建設の起点となるとともに、経済活動の拠点ともなった。1608年には、道三河岸と八重洲菓子に武行所が設置されて、町人の見張り、板所が置かれた。 外堀の改作、日比谷入りへの埋め立てが進められると、外堀の内側は江戸城内部とされた。送るわないの町人地は、内町とも呼ばれたが、城下の整備とともに、町人は外側へと移転させられていった。八重洲橋は、寛永5年に御用地となり、町人には、大地が与えられた。八重洲橋にあった、漁師町は、京橋付近に移され、新坂な町になった。 ヤザ門町もこの時に八重菅市から移転したという。こうして、現在の東京駅西側にあたる内堀と外堀に、挟まれた一帯には大名屋敷が立ち並び、中央を走る街路から大名工事と呼ばれる地域となった。万治三年、馬場崎門近くの八代菅市には、定期消し屋敷の一つが置かれた。浮世絵市の歌川広重は、定期消し道安家の着難として、 八代菅氏の定引けし屋敷で誕生し、後に引消し同心職を務めた。この一帯の大名屋敷は、安政の大地震で被害を受けた上に、幕末期に政治の中心が上方に移ったこともあって荒廃した。大名屋敷は明治維新後に、官誘地となり、官庁や軍施設が置かれたが、1872年には、大火で焼失を被った。1872年、 外堀と内堀にかけて、八重洲町1から2丁目の町名が設定された。この八重洲町は、現在の丸の内2丁目の南部にあたり、おおむね丸ビル南側の通り以南、馬場先通り北である。内堀に面した側が八重洲町1丁目、外堀に面した側が八重洲2丁目であった。この時期、丸の内は、八重洲町や、その北隣の永楽町などを含む一帯の、 通称地名として使用されていた。1878年にこの地域は、麹島地区に含まれた。1883年即図の、東京図測量原図、5000分1東京府、武蔵区に麹島地区八重洲町金傍によれば、内堀川の八重洲町一丁目に、陸軍施設、外堀川の二丁目に館長が置かれていた。1884年、 外堀に架か,かる五福橋と丹野橋との間に、新たな橋として八重洲橋が架けられた。橋の名は、日本橋区、京橋区から、麹町区八重洲町に通じることから付けられた。1890年、八重洲町一丁目を含む丸の内一帯の広大な土地が、三菱の岩崎弥之助に払い下げられた。1892年、麹町区八重洲町一丁目一番地に、 三菱一号館が建設されたのを講師として、馬場崎門通り沿いには赤レンガ造りのオフィスビルが並ぶようになり、一丁ロンドンと呼ばれることになる。丸の内口と八重洲口東京駅の丸の内側からの空撮。外堀側に架かる八重洲橋が見える。松本俊介橋。八重洲橋を描いたとされる。東京駅の八重洲口側は、長らく東京駅裏と、 意識されていた。1914年、東京駅が開業した。この時、駅舎は西側にのみ置かれ、東側には車両基地が設けられたため、八重洲橋は撤去された。東京駅の改札が西側にしかなかったことから、日本橋などがある東側へ行くには、迂回を強いられた。1923年の関東大震災後で、駅東側の地域も大きな被害を受けたが、 震災復興再開発事業の一環として1925年に八重洲橋が再架橋され東京駅の車両基地の上をまたぐ古墙橋が作られて丸の内側に直線的に行けるようになった。1929年には東京駅東側に乗車券売場のみの改札口が設けられた。東京駅の改札は当初西側を八重洲町口東側を 八重洲橋口と呼んだ。1929年には、東京駅周辺の町名が再編成され、東京駅の西側にあった麹町区、八重洲町が廃されて、丸の内2丁目となった。町名再編成の結果、東京駅の西側から八重洲の地名が消滅し、東京駅の改札も、八重洲町口を丸の内口に、八重洲橋口を、八重洲口と解消した。また、 震災復興事業に関連して、日本橋区と京橋区の境界となっていた道路が、幹線7号街路として、拡幅、延伸され、八重洲通りと命名された。こうしたことから、東京駅を中心として、西側を、丸の内、東側を、八重洲とする地理的雰囲気が醸成されていった。なお、麹町区八重洲町一丁目一番地であった土地に、 三菱によって建設されたビル2月着工1929年3月、春光はヤエスビルジングと命名された。このビルは1962年に丸の内アイスビルジングと改名されるが、これにはヤエス側にあるように誤解されるというてなんとからの苦情があったためという。戦災と復興太平洋戦争末期空襲によりヤエス口周辺の市街は、 壊滅的な被害を受けた。戦後、戦災残土処理のために、外堀や京橋側は埋め立てられた。占領当局から、戦災残土処理が命令される一方で、必要な機材や燃料は、不足しており、堀や川の埋め立ては、手っ取り早い方法であった。1948年には、八重洲橋も姿を消した。埋め立てられた外堀跡を用いて、 駅の拡張工事が行われた。九百四十八年十一月、八重洲口に新駅舎が建設されたが、六ヶ月後の九百四十九年四月、失火により消失した。戦前、東京駅の乗降客数の割合は六四で、オフィスビルが多い丸の内側が多かった。しかし戦後、丸の内側の多くのオフィスビルが、連合国軍最高司令官総司令部に、 接収されたため、追い出された企業の多くが、東京駅を挟んだ八重洲に拠点を求めた。このことにより、一時的に八重洲側の乗降客数が逆転、地下も冒頭した。1954年、日本橋五福橋、牧町が解消し、八重洲という町名が生まれた。これによって、名実ともに、東京駅の西が丸の内、東が八重洲になった。 1954年には新たな八重洲口駅舎が竣工大丸東京店が開業した。鉄道会館ビルは1968年に6階建てから12階建てに増築され、八重洲のランドマークになった。1960年代後半には大規模な八重洲地下街が段階的に建設され商業施設が大幅に増えた。1968年には 外堀通りを通っていた、都電、土橋線が廃止された。平成以降の八重洲口は、隣接する丸の内に比べ老朽化したビルが目立ち、再開発はあまり進んでいなかったが、東京ステーションルネッサンスの一環として、再開発事業が進められた。2007年11月、鉄道会館ビルの南北に超高層、ツインタワービルクラン東京が、大丸の移転と共に竣工した。 その後、鉄道会館ビルは解体され、2013年9月、跡地にペデストリアンデッキ、グランルーフが竣工した。駅前広場が整備され、狭かったバス乗り場は大幅に拡張された。鉄道会館ビルの解体により、東京湾側から丸の内側の海風の通り抜けが改善され、ヒートアイランド現象が緩和することが期待されている。 昭和初期の日本橋区の町名再編、昭和初期の京橋地域の町名再編中央区の住居表示対象図原工業生地名としての八重洲は1954年の町名変更によって成立したものである。八重洲一丁目は旧日本橋区である。1872年時点では以下の町名があった。1928年に 五福橋一丁目から五福橋三丁目となった。1947年の中央区成立時に日本橋を鑑賞して中央区日本橋五福橋一丁目から日本橋五福橋三丁目となった。八重洲二丁目は旧京橋区である。1872年時点では以下の町名があった。1931年に牧町一丁目から牧町三丁目となった。 1947年の中央区成立時に中央区牧町一丁目から牧町三丁目となった。日本橋五福町一丁目から日本橋五福町三丁目と牧町一丁目から牧町三丁目は1954年に八重洲一丁目から八重洲六丁目に改名された。この八重洲一丁目から八重洲六丁目は住居表示によって再再編され、 八重洲一丁目から八重洲三丁目が八重洲一丁目に変更。八重洲四丁目から八重洲六丁目が八重洲二丁目に変更されている。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。